張り方テレビをご覧の皆様お疲れ様です。ちょっとすいません、2分フリーズしちゃって2分放送が遅れております。ライブ放送はアーカイブでは綺麗にカットしてお送りします。はい、急遽決まりました10月6日中井祐希セミナー、中井先生九州上陸、福岡上陸てかでなんと初の春日市上陸という、はい、パラナカ、ね、春日でもやってますんで、ちょっとものすごく綺麗な道場なんで、ぜひ皆さん来てください。行きます、はい、ありがとうございます。これ初めて中井先生と写真撮った写真、写真撮った写真とかしね、その後こうね、まだ2回目の、そう、これも全日本の時なのかな、そうそう、会うたびにこの写真撮ってもらってます。ここら辺で私もちょっとサイヤ人になっちゃいましたけどね。サイヤ人、はい、スーパーサイヤ人、はい、よろしくお願いします。お願いします。よいしょ、でこっちとこっちとこっちを消して、じゃん、そしてこれ見て見て、ジュマオ締め切り8月2日、そう、今ね192まで、まあ、あともうちょっとですね、200オーバーは、はい、ぜひエントリー、あ、コパサウスも終わったんでね、もうそろそろ次はドゥマウ、もちろんその前に全日本もあると思いますけどね、よろしくお願いします。27団体まで増えてます、はい、そしてそして、これね、あ、そうそうそう、先週のあとドゥマウをこう応援してくれてる、ポスター持ってくれてる人たちのスライドショーなんですけど、勝田先生よろしくお願いします。そして松田町長、町長開会式にも来てくれます。はい、そして北九州のね、ほぐし本舗和田さんっていうパラ北の人なんですけどね、店をオープンしたということで、そしてこれ、はい、今婚活のやつとかね、これ来週、明日じゃない水曜日、明日水曜日ね、え、あ、明日もっと、うん、また宣伝をしますので、ね、どうぞお楽しみにということで、マース君どうぞどうぞ。この番組は福岡の観光資源であるサブカルチャーの活性化を目的として放送しています。ブラジリアン柔術、プロレス、演劇、アニメ、特撮映画、音楽、コスプレ、アイドル、バーチャル YouTuber、ラーメン、ダンス、そしてなんと
フラメンコの世界にまで何でもありありのバリカタテレビです。協賛協力各社の紹介です。ブドウビデオズジャパンバリカタテレビを見て、ブドウ商品が 15% オフになるクーポンコードをゲットだぜ。筑紫野建装株式会社、ただいま見習い従業員募集中。株式会社リング、九州最大級の品揃え。格闘技、プロショップ、福岡いさみ。総合格闘技、ブラジリアン柔術、クロスフィット。博多駅から歩いて10分、カルペディアム福岡。キーツから女子、大人まで、初めてのブラジリアン柔術でも安心安全しっかりサポート。マーシャルアーツコミュニケーションのパラエストラ中川井出道場、博多魂豚骨ラーメン竹林大橋店、ブラジリアン柔術を広める熱い親父たち OJJ、 博多サブカル研究室サンダーバード、サブカルチャルコミュニティラボ、ジュマオ .org、 ラスコンチャス柔術ナード、サフリ産経第3からの贈り物、糸の天然水炭酸水、レモン風味の炭酸水でおなじみの株式会社スターナイン、福岡九州から世界へ発信、映画電気クラゲのインシデント制作委員会、七転び八起き、くまモンの起き上がりこぼしでおなじみの阿蘇一番屋様、いつもありがとうございます。博多天夜町絶品肉料理ゾノブリアン、中川市商工会女性部山桃語の提供でお送りいたします。他バリカタプロジェクト協賛各社の提供で、生放送は YouTube のバリカタテレビにて、録音放送は YouTube バリカタテレビチャンネルでお送りしています。番組への参加は Facebook バリカタテレビページからお願いします。バリカタテレビに出てみたい、ゲストに呼んでくれ、会社の宣伝をさせてくれライブや大会イベントなどの告知を知ったいという企業団体様大募集中。もちろん私の PV を流してほしいや歌を聴いてください、パフォーマンスしたいでも大丈夫、メールでもコメントでも直接連絡お待ちしています。そしてもちろん協賛大大大募集中です、よろしくお願いします。はいはい、どこに何が言ったかわからんくなっちゃった。あった、一瞬止まっちゃった。どうした、新サプライズ、こんにちは皆さん、新サプライズです。イエーイ、せーの、バリカタ。はい、チームサプライズ9月16日ライブ決定、イエーイ、おめでとうございます。ですね、今度はチームサプライズだけじゃなくて、何やったかやあれ、どこに行った、チームサプライズ、あ、ボジャテンション、ボジャテンションっていうグループ、このグループ自分はよく知らないんですけど、あの学童行ってる人にやっぱゴスペルやってる人がいて、あの名前を言ったらすごいと言ってました。ボジャテンション、だから全然そのチームサプライズはまだできたばっかりというか、まだキャリアがそんなないんですけど、はい、ボジャテンションズはもっとその上を行くキャリアというか、まあ、知る人ぞ知るっていうすごいグループらしいんで、はい、この2つの共演はちょっと見ものですね。わ、という新しい情報をよろしくお願いします。じゃん、せーの、マイルバー。社長は男、機械は最新、勝負は斬新、作る喜び男の仕事、可愛い女性も活躍中、日は総合結構買う、さあ一緒に働こう。バリカタ TV リミテッドエディションをご覧の皆様、こんにちは、福岡勇美の西川です。8月11日 ASJJF 南日本柔術選手権行われます。場所は木山総合体育館です。エントリー募集してます。マスター、アダルト、キッズ、農技、まだまだ募集してます。お待ちしてます。バリカタ。はい、ありがとうございます。そして夏でも
そう、その10月6日ね、中井先生呼ぶんですけど、はい、そのいつも毎週毎週宣伝してるあの春日のね、あの総合スポーツ総合センターなんですけど、はい、こういう、あ、これこの前のコパサウスの、お、あの、まあ、頑張ったパラナガキッズの、はい、春日にもね練習来てくれてるキッズの表彰台ですね。なんか今回はね、メダルじゃなくてね表彰状なんですよね。もう額に入ったパラエストラってこうちゃんとマークの入ったんですね。すごい、うん、まあ、これはこれで新鮮ですね。あの、はい、額に飾っとけるし、夏休みの間あの飽きたらまた別の上からかぶせられるんで、はい、他のにも利用ができるというね、メダルと違って、はい、額ごといただけるんですか。はい、もちろんもちろん、はい、いやだけどいい試合、キッズ面白かったですね。まあ、自分あのレフリーしましたけどね、すごいいい戦いというか、もうすごい充実チックなキッズで、なんかどんどん成長がね見れるっていうのが嬉しいですね、キッズは。本当ですね、うん、もうだってもう今小学生の子たちが今中高生で活躍してるけども、大人顔負け、あ、下手するとね白帯のアダルトとかやられちゃうっていう、わお、もうそういうとこまで来てますね。明日は水曜日、春日日中でまたやります。そう、ちょっと8月はねどうしようか今考え中なんですけどね。だけど10月6日、中井先生呼ぶんで、はい、ぜひ春日をチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ自己紹介の方に飛んじゃおうか。一人、あ、これまだ出しちゃいけないやつ、よいしょよいしょ。今日もカメラが2つ、上からと下から、下からとか正面からか、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではじゃあ行きましょうか、いつものテンションで。いいんですか。はい、どうぞ。柔術が好きだブドウエリです。よろしくお願いします、はい、まあ、先週に引き続き、はい、元気いっぱいよかったですね。はい、一時はこうクエスチョンになってたけど一回だけで、一回だけでね、はい、もう取り戻したというね、はい、さすが、あのただでは起き上がらないという、はい、ただでは起き上がらないですね。何回転んでもただでは起き上がらない。あ、本当ですか。何回転びました。もう何百回も転びました。だけど全部起き上がってるんですね。ただでは起き上がらない。ただではさすが吸収して、はい、さすが吸収女子九州女子、あ、はい、九州、うん、かけてるんですか。はい、はい、そうです。キューピーキューピーさん、はい、あのあれですよ、ね、なんていうかな、夏休み始まったんですよ。はい、で、まあ、また学童とかもうすごいんですよね。夏季、夏休みになるとまた来る子どもたちがいて、はい、今時点がだいたい100人ぐらい、100人弱いたのが、もう、またね夏休みに来る子どもたちが増えて100何十人に今なってるんですよね。すごいんですよ、人数が。でそれが1日保育といって、結局学校がない分朝から晩まで結構ね、お父さんお母さんがほら共働きだから学童というのがあるんですけど、もう結局一日中保育っていうか、でもう昔は自分ももちろん一日保育してたんですけど、はい、でこの夏の暑さじゃないですか、もう大変なんですよ、あの支援員は。そう、それで百何十人じゃないですか。すごい、うん、もちろんね、こう何人もアルバイトの人も増やしたりはしてるけど、それでもやっぱ大変なんですよね。そう、そして昨日久々、自分夏になればなるほど、あの逆にちょっとイベントが増えたりして、あの学童いつものペースで行けなくなるんですけど、行ったら行ったで、その去年夏季は夏季、今年の夏に来る子はだいたい去年の夏も来てたりするんで、はい、そうそう、まあ、春休みもそうですけど、そうすると、まあ、去年ぐらいからそのな、あの異常な暑さがあったじゃないですか、はい、で外で遊んじゃいけないで禁止令とか出たんですよ去年。 あまりの暑さに、はい、もう1時間ごとにもういっぺんこうクーラーの中に入ってみたいな、うん、そういうので、まあ、自分が、まあ、こういうあの、まあ、ジョイントマット持ってきて、まあ、簡単なこう柔術教室っていうか、まあ、マット運動とか、まあ、そういうのでこう、ね、クーラーの効いてるところでちょっとそういうのやりましょうかっていう話をしたら、あ、ぜひやってくださいということ でそれから始まったんですよね、この学童での QP クラスっていうのが。でそれを、まあ、ずっとやってて、最近はもうなんかな、まあ、なんかな、帰りの会の帰り待ちの時間とかで、まあ、ちょこっと
小規模でやってたのが、またこう夏季の子が来たことによってやっぱりもう、まあ、それを覚えてるんでしょうね。やらないのかと逆にリクエストを受けて、そうそう、だからマット数とかもちょっと減らしてたんですよ、小規模にしてて。そしたら、はい、昨日何人やったかな、もう15人以上の集まっちゃって、それでマットが6枚ぐらいしか置いてなかったん でそれで結構ね盛り上がっちゃったんで、これちょっと 次に行くときに、はい、ちょっと車にもマットをまた何枚か積んで積んでいかないかいけないかなと思いながら、そう思ってます、はい、そうで8月がね、そう思った以上に行けないんですよ。全日本があって、そうです、で、うん、お盆はお盆でちょっと自分宇佐の方に行くかもしれないんで、はい、そうなんですよ。だからまあ逆に数が少ない分、まあ、しっかりもしあれやったらやってあげようかなと思ってて、はい、まあね喜んでくれるならね、はいはい、これで子どもの安全が守れるなら、そうですよね、はい、共働きの方も多いし、そうそうそう、だからそれでね、あの体力の減り方がね尋常じゃないっちゃ、子供と一緒にすると、うん、か今日なんかエネルギーが吸い取られる、そう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 、もう子供はすごいバイタリティがあるんで、そうですね、でそれ終わってから俺またキッズクラス行くけんね、もう疲労困憊とはこのことなんだなと思うぐらいやばいなと思うけど、まあ好きでやってることなんで、はい、はい、まあちょっとごめんね話が長くなったけど、いいいい、全然全然、まあ、そういうこともやってます。まあそれがキューピーのゆえんです、結局はね、はい、そういうことで、どういう意味ですか、キューピーのゆえん、あ、だから学童でキューピーっていうニックネームが付けられたっていうこと、 あの T シャツを着て行くやない、子供を受けするために、はい、そうするとほら支援員の名前とかあんまりみんな覚えんし、結構あのこう呼び捨てにする子がおるんよ、そう、それでほら呼び捨てにしたらいけませんよとか言うけど、子供って言うこと聞かないからそれで自分がこう分かりやすくキューピーの T シャツ着ていったらキューピーって言うじゃないですか。だけどキューピーって呼び捨てにされてもそんなほら向かってこないでしょ、確かに、だってキューピーだ、キューピーだから大体子供が言うギャグっていうのはキューピーマヨネーズですからねう、うんうん、そうね、大体そんなこと言うよねとか言ってはい、はいキューピーコアゴールドと言ってほしいな。私もいいです。それぐらいの、さすがに言葉はキューピーコアゴールドの必要ないと思うんで。うん、はい、これ今日は秘密基地。はい、はい、じゃあエリさん呼んで本日の日付をどうぞ。はい、令和元年7月23日火曜日、うん、イノシシ年、うん、聞くは一時の恥、聞かぬは松代の恥。あ、これごめん、また和を抜けとった他のところで訂正してここだけ忘れてるっていう、聞くは一時の恥、聞かぬは松代の恥、はい、まあ、一生の恥とも言いますけど、一生の恥、うん、でこんな感じ読んでドン、はい、上じゃなくて下、そうです、 It's a shame for a moment of shame、 お、さすがそうですね、なんかこういう意味らしいですけど、合ってますかね、俺は分からんけど、シェームですよね、恥ずかしいですよね、やっぱ恥っていうことですか、これは恥ですね、うん、じゃあ本日の記念日、ふみの日、ふみの日、まあ、語呂合わせもあるんでしょうけど23日という、はい、だけど本当に、それだったら毎月ふみの日じゃんってなるんですけど、いや、そうですね、だけど7月が一番ふみの日なんですよ、なぜかわかります、7月が夏だから漢字でね、あの踏みつきって言うんよね、7月のことをね、はい、旧正がね、7月の旧正が、だから、はい、踏みつきの日、まあ、だからまあこれここがメイン、一年のうちの本当の踏みの日だみたいな、郵政局が決めたみたいですけど、はい、それとね米騒動の日っていうのがね、なんと今日あったらしいんですよ、7月23日1918年、はい、大正7年のこの日、ウォーズの運動皮切り、富山県ですねこれね、はい、富山湾岸湾岸富山湾線、はい、どうぞ、富山沿岸一帯でってことやないの米価引き下げで、この救済困窮者救済の要求運動が発生した、はい、これが新聞で報道されたことによって、その8月10日に名古屋と京都で大騒動が起こって全国にこうバーッと広がっちゃったということですね。で騒動は9月17日まで続いて、長いですね、うん、で警察だけでは制圧できずに、鎮圧できずに
軍隊まで投入されて30人の死者が出て、これ日本の出来事ですからね、米騒動で、なんかこう教科書でね習ったようなイメージがあるけど、大正時代になったっていうことですね。うん、メディアの力ってすごいですね。だからこれ逆に報道されへん方が良かったのかなと思うけど、まあ難しいよね、こればかりは。だからそういうことによってこう歴史としてね、これ残ったっていうのもあるし、はい、まあ、今なんかもっとツイッターとかね、もうすぐほら SNS で最近本当に起こるので、もうすぐ情報わかるじゃないですか、何が起こったっていうのがさ、はい、もういいのか悪いのか分かりませんけど。本当ですね、うん、やっぱり自分で見極める力が必要ですね。そうですね、見極める力が必要だし、うん、なんかいい人が使えばいいものになるんだけど、ね、悪い人が使えば悪いものになっちゃうし、本当難しいよね。事実を知らない上で憶測で、うん、だからある程度はまあシャットアウトしてもいいと思うんだけどね。まあ、こういう天気のことに、だから天気も難しいよね。あんまり先の情報を知りすぎ、もう台風が発生した時点で、うわもうこれはって準備し始めるとさ、結局ね、それた後のなんかね、あれが大変やしね。大体こう、うん、難しい。そう、特に福岡なんかもう来る来るって言われながらね、なかなか。本もね、みんな心配していただいてるんですけど、いつも被害を受けるのは沖縄、鹿児島、ね、今回長崎、久留米長崎の方かな、うん、で大体その前までは大分とか宮崎とか、そうなんよ、まあ、運がいいとは思いますけどね、うん、福岡は、はい、ただやっぱ水没したりね、なんか大変よね、うん、低いところがやっぱ、ね、うん、影響を受けるよね。桜の方とかは今回雨ですからね、その台風じゃないですもんね、はい、まだね、大雨ですもんね、局部的な。ただ降ってないなみたいな警報はあるんですか。あ、そう、アラートってやつね、はい、そう、まさに電気仕掛けみたいな、電気クラゲのインシデントみたいなね、はい、アラートがギャンギャンになってね、はい、はい、そう、まあ、そんな感じで、今日はそんな、なんか話し込みしながらね進めていますって感じですね。よし、じゃあまた充実三昧行きましょうか。じゃん、じゃん、カメラワークが変わった。じゃあまずはコマーシャル行こう。はい、皆様こんにちは、勝田整骨院鍼灸院の勝田でございます。8月11日日曜日、木山総合体育館で、南日本充実選手権大会がございます。当日はおそらく暑いと思いますので、熱中症には十分気をつけて、また当日、会場に、いますので、皆様とぜひお会いしたいと思います。では皆さんお待ちしています。バリカタ。はい、勝田先生は8月11日救護班でね、もうずっともう去年の12月からかな、はい、お願いしてて、まあ、5月8月またちょっとよろしくお願いします。なんかめっちゃ声がいいですよね、勝田先生、ね、本当ですね、聞きやすい。はい、そしてじゃあもう早速いくよ。エリコーナー、ブドウエリコーナー、いい、ブドウエリコーナー、まずは流しますよ。はい、はい、今日めっちゃこれなんていうとサービスよね、もうカメのアタック、もうワンテクニックみっちり見せてくれてるじゃん。あ、これまだ続きがあるので来週は後編を、後編があるとね、はい、だけどもこれだけでも今日の授業これ一つね、やるといいかもしれないね。うん、自分この技好きなんよ。あ、本当に。はい、クロスペックス、はい、結構好きな技、複合的な技が好きよね。はい、プロレスチックな、はい、どうぞ。Hey guys, Brutal Jake here. My friend Dane is going to help me out today, showing you a couple ways to attack the turtle. So the turtle is the name of the position. Whenever your partner is down with his head towards the mat, his elbows are usually closed off tight. There's very little space here to attack. So let's move just a little bit this way. Whenever your partner is in this position, to create some space, I'm going to bring my knee onto the point of his elbow. I'm going to slide my knee down his thigh, opening his arm up.Now, if his arm is open like this, I'm going to step right in between his ear and his wrist and slide that leg back. And now I'm going to pass it off to the other leg. So that pass is a little bit tricky. We're here, I'm sliding it back, passing it off, and now I'm raising this heel up.
My heel's raised, so if he tries to free this arm, now it's stuck. Now this arm is gonna reach through to the other side and grab his wrist. And now I'm gonna dive over this shoulder, the shoulder that's closer to your partner's hips. Do a forward roll, ending up in the crucifix position. So from here, I'm already controlling his hand and I'm pushing it down towards his hips. If I keep it up here, he's gonna try to defend my choke. I don't want this hand anywhere near the choking hand, so I'm pushing it down. Also notice I'm not holding his wrist. If I hold his wrist, he can rotate his arm and he can start to free himself. So I'm holding the blade of his hand, pushing the palm away. So not the palm towards his head, but the palm towards his hips. Try to free your hand now. Now I have good control of his arm. Now he has no defense for this arm to slide under his chin, cup his shoulder, and finish the choke. Back again. Once again, he's closed off nice and tight here. I'm gonna bring my knee to his elbow, slide down, opening this up. I'm gonna pass this off to the other leg, straighten this leg out, and pass his arm off to the other leg. This hand is going underneath his jaw. This hand is reaching towards his wrist, getting that wrist grip automatically. Not the wrist grip, but the hand grip, the blade of the hand. This arm is already in front of his face. Now I just need to roll. Now we're in the crucifix position. This hand is pushing towards the crotch. This hand's coming underneath his jaw, cupping his shoulder. You don't need to have two hands to finish this choke. And now it's just rolling the wrist up. One more time in real time. はい、どうぞ。マリカタテレビをご覧の皆様だけにお得なお知らせです。商品をカートに追加してチェックアウト画面に進むと、右上にディスカウントコードの欄が出てきますので、そこにぶどう15と入力するだけで全商品が 15% オフでご購入いただけます。ぜひこの機会にあなたの極めたい技を検索して自分に合った商品を見つけてください。はい、ね、すごいね。クルスフィックス、クルスフィックス、十字架貼り付け、貼り付け的な。イエス・キリストが。そう、よく自分はマジシャンズ・レッドとかね言ってましたけどね。なんて言って。いやいや、これもうジョジョのね。ジョジョのあれだ。じゃあマジシャンズ・レッド、はい、マジシャンズ・レッド、うん、ジョジョ見てるんですけど、シーズンなんですか。あ、全部、ジョジョリオンはまだ見てないけど、はい、あとは全部見てます。あ、これはね、いや、これは3部やね。3部、マジシャンズ・レッドは3部やね。あ、じゃあ仙台を舞台にした。どこ。仙台は舞台にしない。あれは4部やね。4部でした、ね、それはジョウスケやろ。はい、ね、エジプトとか行く。ああ、まだジョウタロウの方ね。はあ、うん、そっちの方が、はいはいまだまだ。あ、今途中なわけね。読みよう途中。読んでない。今黄金の、黄金の方行くよと。ああ、じゃあイタリア編や。イタリア編や、はい、イタリア、ジョルノ・ジョバーナ。そう、ジョルノ、すごいですね、うん、覚える。もう、 うちパラナカはジョジョ好き大集合よ。あ、そうなんです、うん、ジョジョ大好き。そう、川崎選手に振ると全部こう真似してくれるよ。本当ですか。どんどん見たー。もう話が、練習中に話が止まらなくなる名前が覚えられないんですけど、キャラクターは覚えてます、うん、ウノで。そう、よくテクニックがなくなって途中で止まって固まっちゃう人をザ・ワールドって言ったりね。うん、まあ、相手を止めるのか、はいはい、自分が止まるのかみたいな。ザ・ワールド。そうなんかそういうふうに。でもジョータロはそれを、あ、ジョータロじゃない、ジョースケでしたっけ。ジョータロはそれはもともとディオのあれなんで、技っていうかスタンドの。同じスタンド使いでしたよね。途中でジョータロもできるものになってですよね。ただ止める時間が違ったのかな、お互い。そうですね、なんか何秒とかね、9秒とか。そう、お互いにね、こうどっちが止め合って。ディオは、はい、そう、ジョースケは治癒させるやつね。あ、直すやつ、元に戻す。あ、じゃあ今の黄金のやつの方、あれはまた生命を吹き込むっていう。吹き込む、治癒も、うん、治癒直すこともできます。クレイジー、まあ、話がなく、ジョウスケはクレイジーダイヤモンド、クレイジーダイヤモンド、うんうん、ゴールドエクスペリエンス。そうだそうだ、直してましたね。そうです。そういえばちょっとずつこうスタンドが、そう、ジョウスケが仙台でこう舞台になってるから、まあ、なんとか町ね何でしたっけ
何町だ、うん、まあ、ちょっと俺もパッと出らんけど、だけど今ジョジョリオンはそこの町を舞台にしてるの、また震災後かなんかで、こう、ステージ的にはまあいいや漫画もお話できるんですか。何でもできますよあのいつかあのなんとか芸人する、アメトークするアメトークするはい、そういうので集まるみんなで、トロヒコって呼んじゃうんですけど、トロヒコ、あの飛ぶにロ、カタカナのロが2つにヒコ、ヒコ丸のヒコ、あのサチャの方のあれなんて読むんですか、ヒコ、あの荒木先生の名前、はい、ちょっと待って、まあ、今次の用意しようけだいやいや違うぞ、あれをせないかんとよ、えだから漫画でちょっと話が盛り上がってしまいました。そういや別に全然いいんやけどね、脱線してももう脱線した方があの面白いと思うかもし、知る人もいるかもしれないんで、それはいいんですけど、はい、一応せっかくエントリー状況をね見たー、はい、今どうなってるんでしょうか、はい、いきます、じゃん、はい、今日現在ね、あ、悲しいお知らせ、悲しいお知らせっていうか、あんまりエイゾンさんもなんか大丈夫みたいやけど、なんかエイゾンさん、あの日本でアジアでは結構、参加者多かったけど、日本では結構苦戦してたんですよ、はい、うん、それで借金を補填をしてて、まあ、バイトしてたんですけど、そうこの前あの BJJ ウェブでも言ってたけど、あのメッキ工場行ってたんですよ、バイトして、はい、平日ね、はい、それしながらこう大会とかを運営してたんですけど、クビになっちゃいました、えバイト、結局金曜日からだいたい海外行くんですよ、はい、で月曜日に帰ってくるんですけど、そうするとバイトが火水木だけになっちゃうじゃないですか、はい、でそれをずっと繰り返してたおかげでもうクビだって言われて、あらクビになっちゃったみたいな、でもう一応確認してでどうですかって言ったらなっちゃいましたみたいな感じだけど大丈夫なんでしょ、でもそのなるってことはそれだけ忙しくなったっていうことで、まあちょっと今度詳しくまた聞いときますあっけらかんとしてたんで、もうなんか、まあ、結構アジアで調子いいんじゃないですかね、今度アフリカとかねベトナムとかもやってるんで、うん、韓国、中国、フィリピン、台湾、香港、勢力的すごいですよね、はい、はい、それで行っちゃってくださいは、次どうするエントリー、はい、キッズはね今日時点で96名、はい、でキッズはねあのアブソないからもう本当に実質の人数なんですよ、すごいですよね、あの九州でこれだけ集まる大会キッズが、はい、はい、うん、だって今回だって27団体ってそんなに多くないですよ、昔のピーク時は40団体とか集まってたんで、だからそれだけその人アカデミーのキッズ率が高いんですよ、でやっぱキッズが多いアカデミーはやっぱりドゥマウ出てくる、うん、そう、ちょっとまだ知らないうちに増えてるかもしれないですけど、どこが来たかな、北九州さんはもうこの前コバサウスのね団体優勝したんで、でメフォーゼもいっぱい出てきてくれてるし、トライホースも出てきてますね、でパラエストラ沖縄、そう、あら、これもしかしたら増えたんじゃないかな、そして糸島ブラジリアン柔術、あ、そう、増えたのはねグラップリングしぶし、しぶしって言えば鹿児島ですよ、うん、うん、そうそう、そしてマスタージャパンね、でタトル、はい、岩本柔術唐津のね、はい、うん、で T-REX 柔術、トラスト柔術鹿児島、あ、もちろんパラエスの中川井出道場で、はい、柔屋さんに、うん、アクシス、アクシス、アクシス、あと全道会、全道会、全道会なんかそれ違う、うん、カルペディウム福岡も来ましたね、イエ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 イ、そうそう、まだまだ出てきそうなんです、あ、春日グロッサ、ここも鹿児島ですね、うーん、春日グロッサか、うん、カスカグロッサ、そう、読み方が大体こんなもんかな、キッズは、それで96名、ちょっと女子がちょっと少ないかなっていうイメージはあるんですけど、うんうんうん、こんな、あ、ディスティニー・ジュディス、ありがとうございます、この前このハンナ・デイビスちゃん強かったですね、
やばいなと思いましたね。まあ、男の子にちょっと負けてたけど、これ女の子やったら大変ですね。確かこれ山口の支部なんですよね、ディスティニーの。いやすごいすごい。まだキャリアめっちゃ浅いはずなんで要注意のハンナ・デイビスちゃん。確か兄弟かな、弟だったかな、なんかいたような気がしますけど。あ、はい、そして一個戻ってアダルト。アダルトはねマスターと合体して、まあ、ちょっと少ないですね。ここが100超えればねかなり安定すると思うんですけど、対戦相手がだから うまくこう噛み合ってない、うん。まあ、最終的にアダルトマスターでうまく調整するとは思うんですけど、アダルト、うん、ちょっとここのところ、まあ、8月2日までにまた大人の人はねちゃんと分かって計算してエントリーしてくる人が多いんで。あ、そうそう、中原選手、うちのパラ中から出てくれてる球大の中原選手が昨日あの 出れますと言ってきてくれたんで、はい、行かせますよ。はい、帯はね今度はね初のパープルで行かせます。うふー、うん、おめでとうございます。面白いと思いますよ、きっとかなり強くなってるんで。わその分ちょっとね逆に出れなくなった人も何人かいるのがちょっと残念なんですけど、まあ、ここはちょっとまた、はい、あ、まあ、締め切りギリギリで、はい、ちょっと渡辺先真帆先生とかね、そうね、武道さんねエリさんの相手もいないので募集中。いやもうこのままででいい気がいや分かった、あのアダルトに行くっちゃろ、うん、もちろんねやっぱね戦わずしてね、もうね練習してない、なんでやばい、で、あと頑張れ脳技、今のところ20で止まってるんですよね、ずっとちょっと頑張ってほしいな頑張れ頑張れ、やっぱ夏でおかしいな、夏だからね脳技が50人ぐらい集まるってほしいなと思ってたんですけどね、はい、ちょっと頑張ってください。よいしょ、じゃんじゃん、うん、まあまあ、200人は越すと思うけどね、できれば250ぐらい行ってほしいなと思います。あ、そう、あとだからイバランさんが来るという噂もあるっていうか、来るんですよ、だってレフリーでも来てくれるんで、そうすると何人か一緒に連れてきてほしいなと、はい、イバランさん来るとねまたこうガッと国際色豊かになりますので、よろしくお願いします。お願いします。まあ、どうしたどうした、どこがカメラか分からん、うん、そう、ちょうど最後のね締め切り追い込みの時にね、ちょうど全日本で俺東京行ってるんですよね、だからちょっとうまくこう宣伝ができるかどうか不安なんですけど、頑張ります、頑張ります、はい、そういうことで、じゃあ次行きます。今日はね情報コーナー多いよ、まずここからね、じゃあこういう写真を送ってもらいました、あのポスターを送ってくださいと、8月11日のドゥマウの、はい、そうそう、でこういうふうになんか送ってきてもらいました、ちょっと住所が邪魔やね、北斎本舗癒し空戦火北斎本舗、こういうふうにこれ釜店っていうんですね、北九州の釜、北九州、うん、自分はちょっとよく知らない住所なんですけど、マッサージしていただけるんですか、リンパとか、なんかそうですね、整骨、いや癒し線ほぐすだから、マッサージ、もみほぐしヘッド、ヘッド、あ、マッサージです、ね、うん、足裏とかするのもみほぐし2980円って安くないですか、安いですね、まあ、時間でこう割って、うん、なんかそこの責任者になったのか和田さんって言って、まあ、昔からマスター&シニアとかでもよく東京で会ってた方なんですよね、はい、締めの和田って言ってね締めの締めの和田、ツッコミ締めの和田っていう自分の中ではそういうイメージですね、まあ、あのパラエスラ北九州の方なんですけど、はい、ただなんかあのデマウン宣伝するのでポスター送ってくださいって言われたから、もうそれで送ったらこうやって店のめっちゃおしゃれなところに充実の貼っていただいて、貼って置いていただいてるけどね、はい、でこんな風にねちゃんとしてもらったんでありがとうございます、ありがとうございます、はい、ぜひ今度、今ちょっと怪我してて直してる途中ならしいんで、また治ったらぜひぜひご参加ください、よろしくお願いします、お願いします。そして次、カルペディウ、わ、綺麗な人、福岡、あ、これ懐かしい、これ紫竜が紫になった時かな、ね、なんか青帯の授与式があったみたいで、それのなんか紹介写真がこう
間を空けて会ってたんで、これがクルスさん、クリスさん、結構あのそうムードメーカーらしくて、なんか下に橋本君の写真が貼ってますけどね、なんか因縁があるんでしょうね、はい、なんか男気がある人かもしれないです、頭に、はい、頭に男この子はあれですよ、あの粟田さんですよ、粟田美子ちゃん、確か今久留米高専に行ってるはずですけど、頭いいんですよね、いいな、うん、ちょっと分けてください、青帯になって、はい、高校生で おめでとうございます、そう高校生で、うん、ちょっと、うん、軽い階級だけど、ちょっとまあ、あのうちのカノンちゃんとのなんか試合が見てみたいですね、ぜひこういう若い人たちがねガンガンやり合うのがちょっと楽しみ、今後の楽しみにしてます、うん、絶対盛り上がりますよ女子がこれで、はい、あのカルビディウム、博多区冷泉町 10-26 ですね、はい、はい、あと久留米もあります、久留米ちょっと雨がちょっと心配ですけどね、はい、ゲンヤさん頑張ってください、頑張ってください、はい、あらこれこういうカメラもあります頑張ってください、そして今日はねこれ、森山先生、長崎にもあるんですよカルペテ、まあ支流が昔長崎大の時にお世話になってたカルペ長崎、そう今キッズをねなんか4月からスタートしたらしくて、キッズクラス、はい、で今毎週日曜日をキッズデーにして頑張ってるみたいです、でまあ一応強くなると優しくなれる、護身礼儀を学び心身頭脳を鍛えるかな、はい、カルペディウム長崎、はい、まあまだいっぱいはいないみたいなんですけど、まあ、これが10年後とかやっぱ継続して子供をねやっぱ続けているとまた新しい時代のエースが出てくるという、九州もねどんどん盛り上がっていきたいですね、いやだけどいい傾向ですよ、はい、はい、お互い頑張りましょうって感じですね、森山代表とはもう本当昔から、エリア長崎時代からよく知ってるんで、はい、はい、そしてこれ、また、英語で喋ってほしい、はい、こちら先に日本語、はい、じゃあ私が読みますね、はい、9月29日岩国市総合体育館で CXBJJ と藤田柔術主催のブラジリアン柔術大会、CXBJJ 岩国インターナショナルチャンピオンシップが開催されます、道着部門に加え農技部門、キッズ部門もあります、特色としては岩国基地関係者の米国人が大勢参加することでしょうか、地元からも多くの猛者の参加を見込んでいます、ぜひ遠方からのエントリーもお待ちしております、ちなみに7月14日までエントリー費が安くなってますので、何かわからないことがあれば気軽にご連絡ください、どうぞ、はい、 CXBJJ and 藤田柔術 will hold the annual CXBJJ 岩国 International Championship at the 岩国 Sports Complex on September 29th, 2019. This tournament will showcase your grappling skills against one of the best in the US and Japan. Early bird registration deadline is on July 14th. See you guys on the mat! ということです。まあ、ここは岩国基地のある近くにある大会だから、まあ、英語でも説明した方が、はい、分かりやすいかなということで、もうそのうち全部英語になるかもしれないですけどね、この番組、はい、いいですね井出先生と一緒に、はい、私は全部視野に字幕が入りますよAI の, 字幕数すごいですよね、うん、AI? 字幕が喋ると同時に出てくる、そんなんがあると、だけど、はい、AI すごいね、だから今すごいな、そういうのを導入するのよはい、そして、はい、情報、次、これ、明日ね、詳しくまた当事者も出てくるんで、中川情報と言いながらね、結構ね、最近はね、中川とか春日市の方もやってますね、でこれはね、博多南駅ビル、車両基地のがあるところのビルなんですけど、はい、これ、7月27日土曜日、2時から3時半、詳しくはまた明日ちょっと直接聞いてみます。写真を撮ってその場でお渡し、新しい形のワークショップって書いてますね、お子さんとツーショット起こせましょうということ、こんな感じ、そう、この主催者、エリコポリタンさんが来るんですよ、確か明日、エリコダブルエリコだ
自分も明日初めて会うのでエリコポリタンさんになんかナポリタンかエリコポリタンかっていうぐらい言うだけ一応クラフトデザイナーはい何なんかあのギャグが面白いなまあ親父ギャグやけどね大好きですあ本当あれ親父ギャグよかった親父ギャグって普通嫌がられるけどねなんでですか面白いじゃないですか、うん、もうバカにされるもんね小学生からそうなんですかもうすごいね女神様やね親父にとってのはいじゃあ次あこれ逆だこれじゃなくてこっちを先次の日7月28日なんと春日から婚活マチコン7月28日春日公園で出会ってその後2部であのお店に行ってねあのしますと男子30女子30もしかしたらもう埋まってるかもしれないエリさん行かんでよかったところでいや本当に考えたんですけど明日もう一回番組見てまだ空きがあったらもう私のために空いてると思って来ればいい婚活ってことは結婚を目的前提にそうそう、ね、もちろん結婚が前提の集まりよ結婚ちょっとあのだからね相手の年収も聞けるんよいやお金じゃないんですよ好きじゃないと結婚、うん、まあもちろん そこから入る人もおるよねもう、うん、第一印象とかねめちゃめちゃ私の好みとかもあるやろうし、うん、趣味が合うとかもあるやろうし尊敬できる人だからそのために話をしてああそうなんですか私も好きなんですとか、うん、なんかあの結婚願望が今なくてもう消えたの結婚願望というより彼氏がデートがしたいっていうなんかあの、うん、海行ったりあ、まあ、いろんなところにこう楽しみたいと自然を感じられるようなあ青春を謳歌したいとね青春やね青春をしたいよねなんか読書をしたり映画見たり、うんうん、いろんなところに行きたいよ楽しみたいとディズニーランド行ったりねディズニーランドはもういいですもういいと嫌な思い出がいや、はい、いい思い出があるからもうそこはもうそこで OK、うんまあ、一緒に試合に出たりとかねあ本当ですねでそういうつながりでもそれはいいんやろうけどねそうちょっとあの精進、まあ、明日また聞いてくださいあのこれね見ますあの明日見てください、はい、またちょっともしかしたら空いてるかもしれないもしかしたらもう完璧にねあの埋まってるかもしれない、はい、結婚願望がない人が言ったら失礼ですよねやっぱりまあ失礼でももしかしたら気が変わるかもそういうただ言ってみてもしかしたら気が変わるのは事実やろうねはい、はいこれ運命かもしれないとかね思うかもしれないあ確かに、うん、であと8月2日に中市イベントっていうのでなんかこれポストなんていうか言うとこれトイロマルシェどこですかここトイロマルシェトイロって英語の意味があるとなんかこれ造語トイロこれあのフランス語かなんかじゃないあマルシェもあれやしね、はいうん、ちょっとこれも明日聞いてみましょう、はい、夏休みのなんかそうイベントっぽいんでイタリア語ですかねなんだろう、ね、マルシェちょっとこれも何なんかいろいろマルシェやけんほらフードコーナー物販ビューティーワークショップあそうあそう博多南でなんかよく合ってるやつかなうーんいろいろあそうやっぱ博多南の2階よねうん、うん、ちょっとこういうのも聞いてみましょう定期的にやってるみたいなんでこういう情報もありますそしてなんと、はい、パラエル情報今さっきはほらチームサプライズゴスペルの情報だったんですけどはいはいこれ7月20終わってるやんごめんだからもう先週でよかったんで出すのねだから感想を聞かなきゃいけないマスクに忘れとったもう見に来たそうだってその日大会だったもんそういうことか、ね、はい、はいはい、じゃあパラナカな1週間ガンじゃんあこれ大会だすごいですね何人出られたんですかうちはねでキッズは9人ぐらいかな大人が1人に9人、うん、何人優勝されたんですか優勝したのは半分以上すごいですよね、まあ、そうせんと大抵2位になれないはずなんでうん、あ今度はここからスタートね先週の火曜日からやるあそうそうパラエストラ頑張って練習8月11日も出る人がいるんでね、はい、あこれこう先週の水曜日妄想おじさんとあの
あだ名がまだ決まってないんですよ、吉丸さんのあだ名。ヨッシーっていうよく言われるらしいけど、ヨッシーってね、清松社長もヨッシーやしねと思って。まるちゃん。まるちゃんですよ。まるちゃんいいですよね。うん、まるちゃん。ダメです。いや、いいと思います。まるちゃんいいと思います。吉丸さん。うん、吉丸さん。そう。大会終わるとね、なんかポッとなんかこう試合に出てない人まで来なくなるんで、そう、試合に出てる人が休むならわかるけど、そう、一気にちょっと寂しくなるんでね、まあ、今日ぐらいからまた練習に出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。うん、今日ぐらいから、明日行こう。やばいよ、うん。気持ちが盛り上がらんと。はい、ウサも頑張っております。アダルト行ってボロ負けしたらもう、もう覚悟決めるしかないよ。這い上がるしかないっていう。もうね、もちろんもちろん。そう、ここでイエイイエイ、うん、おめでとうございます、うん、みんなよく頑張りましたね。ですね。そう、あの翔太選手も高校青帯デビューなんですよね、今回。そうで、まあ、いつもならシェアさせてる健太、城海星選手を、まあ、もう決勝で戦わしたり、うん、まあ、全然いいかなと思って、っていうか、もういい試合、いい戦いを2人するので、そのみんなに見せたかった。これだけ今九州のレベル、若者のレベルも上がってるんだよっていうのを見せたかったですね。みんな刺激を受けるんじゃないかなと思って、まあ、ベリンボロ合戦もあったり、わお、やっぱそのすごいモダン的なね、動きもかなりできてるんで、はい、今のその流行りみたいなのあるんですか、なんか流行り、技の流行りみたいな。まあその人のスタイルにもよるんですけど、見ていたらなんか今日はこういう技多いなみたいな。いやいや、そういうのない。自分たちの練習してる技しか出ないと思うんで、だけどやっぱ対処はしますよ、全部。もう全日本とかになると、ほら、もう中学生からもう50-50とかやってくる人もいるんで、もう、はい、もうクロスガーズでクロスガーズでガッチリとかね、もうそういう、やっぱほら勝ちに徹する。だってアドバンデだけで勝とうとかする子供もいるので、もうすごいですよ、向こうに行くと。こっちやったら、九州だとまたほら、その将来を考えて、一本取ろうぜみたいなね。で、いいんですよ、九州は。はい、だけど、やっぱそういう上の舞台で勝つなら、やっぱそういうのも、やっぱまあ練習、試合前にそういう練習もしとかないと、はい、馬鹿正直じゃ負けちゃうっていうのも、もちろん経験もしてきてるし、そこがやっぱ作戦でしょうね。そのためには結局普段キッズを見てない人がギャンギャン言ったって、じゃあ全日本についてくるのかっていうと来ないじゃないですか。はい、それだと自分たちでやっぱりセコンドし合ったり、もちろん自分は必ずセコンドに行くから、自分が入れたらやっぱ、だから自分はあの練習中は結構言うけど、もうなるべく試合はあの名古屋大方式、あとは任せた、もうやること、言いたいことは全部練習で言ってるので、そう、もう試合は君たちで、もうあとは、あとチームメイト同士で、やってくれと。で、それの補助をまたするっていうかね。はい、まあ、それが最終的な俺の 目的かなと。もちろんやっぱ、初めの、キッズを始めた初めの頃はやっぱ熱くなってね。やっぱ、ガーッと大きな声で言うけど、もちろんそれはもう生徒のためでもあるんですけど、そう、子供ってね、結構親の声とか、ね、聞こえるんですよ。どんなに遠くからでもそれはね聞こえるっていうね。であとやっぱそうすると指導者の声っていうことになるんで、確かに、だけど指導者がドゥマウとか特に俺そんなにセコンドできないんで、やっぱりね、俺がセコンドできない時に自分の力で勝たなきゃいけないっていうのもあるんで、だからなるべくキッズの練習に一緒に協力してくれてる人に対してはお願いしたりするけど、まああとその大会に一緒に行くのか行かないのか、そういう部分でしょうね。だからそういう風にして俺はお願いをしたいっていうかしてるっていうやつですね。今度だから全日本に行くのは、そう、小学生渡辺兄弟と、カノンちゃんと健太選手、健太選手が全日本行きますね。で大人はね、小一郎選手かな、まだちょっとエントリー入ってないみたいですけど、大抵茶帯でエントリーすると思うんで、
カノンちゃんを会うために大きくなってます。本当大きくなってるってのどう成長してるって。ああもううちの中高生すごいですよ。もう身長とかも抜かれてますもんね。あれ前もうちょっとあ結構ごつくなってるよね。あいや背が成長してるというか、うん、逆にエリーさんが縮んでる。やば高齢今度10月6日のタイトルはね、やっぱり新バイタル充実セミナーってした方がいいのかなと思って、うん、自分は前のねバイタル充実の本とかも持ってるけど、やっぱこれが結構大ヒットした。そのアマゾンで売り上げナンバーワンですからね。えそうベストセラーになってますもんね。おだって結構高いんですよ。これ3500円ぐらいするんですよ。買えなだけど結局なんか QR コードでつなげるとその技が動画で見れるようなシステムになってて、あすごい。だから前は本でこうなんていうの分解写真でこう見ながら言ってたのが、はいはい、今はピッと押すだけでこの技を全部こう動画で、だからそういうのもあってやっぱ基礎が大事とか基礎を習いたいとか思う人はやっぱ中根先生のバイタル充実、はい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 、だけど中根先生のあれはまあ DVD とかもいっぱい出てるし、まあ、自分もかなりやっぱ勉強したんで、はい、うん全然役に立ちますよ。まあ、もしよかったらぜひパラエストラに入ってください。基礎まあまあ先生によってまだ違うと思いますけどね。だけどパラエストラの準備運動とかは結構まあそれがこううまくこう花中流な感じにもなってるとは思いますけどね。ぜひパラエストラね。そうそう、まあ、宣伝も兼ねて。だけどその中井先生が10月来るんですよ。はい、はい、楽しみにしてます。よ、ね、インタビューもしたよね。しました、はい、もうすぐ皆さん楽しみにしてください。10月です。予約もう少したら時間とかね、あ場所は春日市総合、春日市民総合スポーツセンター柔道場、めっちゃ綺麗ですよ、はい、もうびっくりしますよ。よろしくお願いしますということで、はい、じゃあもうおすごい、これだけいっぱい話したけどちょうどまだまだ時間残して今からエンディングに入ります。じゃあジョジョの話。あジョジョの話ちょっとその前に嘘です。チクリンさんの CM 作ったんで見てください。イエーイ、いきます。チクリン大橋店にラーメン食べに来ました。すっごい美味しかったです。お腹いっぱいで今日は7杯挑戦できなかったんですけど、次回また美味しい美味しいラーメンを挑戦したいと思います。よろしくお願いします。大橋駅から歩いて2分なので、皆さんぜひチクリン大橋店にラーメンを食べに来てください。他にもメニューいっぱいあります。よろしくお願いします。せーの、バリカタ柔術。手がない。はい、竹林大橋店、南区大橋1-1-17ですね、うん、はい、大橋駅東口もう表の方ですね、ロータリーの。そこからもう徒歩2分、ゆっくり歩いて2分でした。もうすぐ着きますんで、すぐ、はい、すぐ分かるんで左側だから、はい、日曜日だけお休みなので気をつけてください。そうだからいつも日曜日食べたくなるよね。そうなんですよ。こう、そう、何回諦めたことかね。そう、そう7杯ね、総選3が来るのだろうかっていう感じで、ぜひ行ってください。確か、あ、そう、大会で、8月11日の大会、まだ竹林さんが協賛してくれるので、まだ自分、連絡あったら行きます。来、もしかしたら、今週の木曜日、また行くかもしれないですけど、はい、その時はよろしくお願いします。お願いします。はい。ラーメン大好き、小池さん。うん。Taste that is hostile. What's
is around it. Your life, a day in your life will be changed dramatically. Boys, be hostile. Girls, not hostile. When the world comes in, in your perfection. In your love, I'm open to the magic. はい、どうも。美味しそう。はい、来週のバリカタテレビというか、明日のバリ、来週かは言って、はい。来週7月30日火曜日、バリカタテレビ電気クラゲのインシデント133リミテッドエディション、4時から5時10分でお会いしましょうということですね。そして明日もあるんですよね。明日は妄想おじさんがいるんですけど、はい、明日もモテモテまたちょっとこう宣伝したちょっと中川であるねマルシェとかいろいろ婚活もあるし、その詳しくまた分かりますよ、興味がある人は。そう、明日あります。12時半からあります。はい、そして今日のお気に入りはこれじゃん。これね、やっぱね、撮影はねマットが撮ってくれたんですよね。あの中川に、はい、初めて、ね、中井先生が中川に来てくれた時に、まあ、その後味太郎っていうねところで、はい、あのもつ鍋食べたんですけど、中井先生がめっちゃ気に入ってくれて、あ、もつ鍋好きなんですか？いやもつ鍋も好きだと思うんですけど、この店の雰囲気、あ、北海道の何ちゃんに似てるとか言って、何ちゃん、なんかよく大学生の時とか行った思い出の焼き鳥屋さんかな、なんかそういうのがあって、なんかものすごくこうそれでこう喜んで、あの一緒に意気投合して飲んだという。どこにあるんですか？中川にあります。もしあったら行きますよ。この前も行ったかな、妄想おじさんと。で、この時ね、これ隣にいるのね、妄想おじさんじゃないかなと思う。で、写真撮ってくれたのが、その時にタイミングよく行ったのが、スクランブルのマットなんですよ。マットもよくあの1年に1回うちによく来てくれて、この前も会いましたけど、今年来た時に。その時撮ってくれた写真、ワンショット写真で、それを俺に送ってくれて、はい、中井先生がこう「おいしいおいしい」って言ってこうしてくれてた。そう、うん、そう、そういう写真なんですよね。だから忘れられない一枚ってやつかな。この時中井先生着てるのこの T シャツじゃないかな、俺が着てるやつと同じ、うん、そういう楽しみ。二次会も参加します。去年来たの、あ、この前来た時にあの大名パラエソラ天神でやった時に、はいはいはい、バリカタテレビの後にそうカラオケ行ったんですよ。そしたら
結構楽しくてね、うん、昭和歌謡大会とかやっちゃって、あ、大好き、はい、ただ中井先生ね、昭和じゃなくてね、平成の歌も歌ってくるんですよ、ね、そうなんですか、はい、だから聞き出しが多いんで、すごい、ちょっと聞きたいです。中井先生を驚かすような引き出しを見せなきゃいけないという、お互いに 驚かすためにこれ知ってますかみたいな感じで歌い合うという、面白いんですよ。やっぱものすごく中井先生もそういうの好き、映画も音楽も大好きな先生で、趣味も合うんですね、本当面白いなと思って、もう、はい、もう楽しみにしております。俺が一番楽しみかもしれない。まあ、だけど中井先生をみんなにね知ってもらいたいというか、みんな知ってます、うん、みんな知ってます。いや、キッズとかね、あと、まあ、今度はね、あの、呉服屋さんも参加できるようにしたいなと思って、あの、はい、それでちょっと今場所をね、どう今考えて、みんなが集まれる場所にしようと思って、はい、はい、で、もう2分しかないけど、ジョジョの話するとどうぞ。知ってる好きなキャラクターベスト3とか言ってみる。私ですか、うん、まあ、スタンドでもいいし、キャラクターでもいい。スタンドは黄金の今のやアニメでやってるアニメの方ね、うん、はい、何、ブチャラッティ、ブチャラッティじゃないです、あれ、セックスピストルズ、あ、セックスピストルズいいですね、うん、あのガンが一人ずつね、個性があってね、可愛いと思う。スティッキーフィンガーズとかね、スティッキーフィンガーズ、うん、味方、敵キャラ、味方ですね、うん、ディオの血を受け継ぐ、うん、名前何でしたっけ、なんかそのディオの血を受け継いでいるあの子の名前なんです、あの名前が出てこないんですよ、こんなに好きなのに。とにかくその人、あのディアボロ、違います、あの生き物をこう、あの、もういいです。明日24日バリカテレビ、バリカタテレビ中川シティリミテッドエディション7 12時半から12時55分で再開しましょう。 YouTube 生放送予定、はい、ジョバルの、違う、それはジョルノ・ジョバーナ、ジョルノ・ジョバーナ主人公です、うん、ジョルノ・ジョバーナ、ゴールドエクスペレンスエクイ、それです今、ああ、それはみんな好きやろ。あ、そうなんですか。小説版知っと、知らないです、あの、裏切った人、ゴリアン、もう途中で抜けた人、あの、来なかった人でしょ、一緒に、うん、はい、あの人の小説があるよ、パープル、パープルヘッドやったかいな、パープルヘッド、あ、知らないです、ちょっと時間があるときに、パープルヘイズ読んでみます。あ、もっと貸したろうか。あ、はい、はい、やった、あれは面白いと思います、ぜひ読んでほしい、はい、はい、どうぞ、せーの、バリカタ10、来週も見てね、新しいやつ。お疲れ様。